フリーダム、なんだよ、そんな、なんで。ここは僕が引き受ける。カガリはオーブへ。分かった。 状況が変わりました。よくありません。いいわ、任せます。でも急いで。代わりにあなたかルナマリアが出なさい。無論我らも出ますが、その前に真の鬼頭を、あれを落とさねば勝利はありません。 ルナマリア、お前は金色の機体を頼む。足止めでいい。俺は直接オーブを叩く。道を開けるわ。モビル接待、続け。 ただ戦士でしかないと、そう言いたいのか。何でなり、選ぶのはあなたです。それを決めるのは力はただ力です。そしてあなたは確かに戦士なのかもしれません。
によって自分を見失ったら勝てる者も勝てない。おい、やめろ。中継ステーションを落とさなければまたいつどこが撃たれるかわからない。俺たちが中継ステーションを落とし、オーブの別動隊がレクイエム本体を奪うか。やるしかないわ。オーブを守り、彼らに負けたくなければ。勝敗を決めるのはスピードです。防衛部隊を撃ち、ステーションを制圧します。行きます。マスター。ああ、行こう。アスランザロ、ジャスティス、デル。Stop!
早くやることやっちまうぜ。やった貴様、こいつを落とすんだろ。ステーションに取り付くまでは面倒見てやる。あとは知らんからな。
悪いんだけど、私行かなくちゃ。はい、さあ今度こそ消えていただこう。アクスクライマー、そしてアークエンジン。素晴らしい結果、キラヤマト。
ならばお前も今度こそ消えなくてはならない。俺たちと一緒に。ラムル・クルーズ、生まれ変わるこの世界のために。取り戻せないもの、それが過去だから、もう終わらせる全て。そしてあるべき正しき姿へと戻るんだ。人は、世界は、うっ、ああ、あとはメサイアを。プラントの要塞メサイアは沈黙した。キラは崩壊を始めるメサイアに乗り込み、自身の手で決着をつけるべくデュランダルの前に立ち、彼に銃を向ける。いいのかな、本当にそれで。そんなことをしたら世界はまた元の混迷の闇へと逆戻りだ。私の言っていることは真実だよ。そうなのかもしれません。でも僕たちはそうならない道を選ぶこともできるんだ。それが許される世界なら。だが誰も選ばない。人は忘れる、そして繰り返す。こんなことはもう二度としないと、こんな世界にはしないと、一体誰が言えるんだね。誰にも言えはしないさ。君にも、無論ラクス・クラインにも、やはり何も分かりはしないのだからね。でも僕たちはそれを知っている。分かっていけることも、変わっていけることも。だから明日が欲しいんだ。どんなに苦しくても変わらない世界は嫌なんだ。傲慢だね。さすがは最高のコーディネーターだ。傲慢なのはあなただ。僕はただの一人の人間だ。どこもみんなと変わらない、ラクスも。でもだからあなたを撃たなきゃならないんだ。それを知っているから。だが君の言う世界と私の示す世界、皆が望むのはどちらかな。今ここで私を撃って再び混迷する世界を君はどうしようと言うんだ。覚悟はある。僕は戦う。とどろく銃声、胸から血を噴き出し崩れ落ちるデュランダル。しかし彼を撃ったのはキラではなかった。キル、
さい。でも彼の明日。キラの言葉で猛襲から解き放たれたレイが、明日を守るためデュランダルを撃ったのだった。レイの出した答えになぜかデュランダルは満足そうな様子を見せる。そして駆けつけたタリアと共に三人は炎の中へ消えた。その様子を見届けてキラはラクスたちの元へと帰る。今日とは違う明日が待つ世界へ。こちらはエターナル、ラクスクラインです。ザフト軍現最高司令官に申し上げます。私どもはこの中域でのこれ以上の戦闘継続は無意味と考え、それを望みません。どうか現時点をもっての両軍の停止に同意願います。繰り返し申し上げます。コズミックイラ74、プラント、オーブ首長国連合は停戦、終戦のための協議に入った。両国の関係を仲介したラクス・クラインはプラント評議会の要請を受け、プラント本国へ戻った。終戦からしばらく後、シンはルナ・マリアやアスランと共にオーブを訪れていた。そこでシンはキラと再会し、彼がフリーダムのパイロットであることを聞かされる。動揺するシンにキラは静かに右手を差し出した。ダメかな。ためらいつつ手を伸ばし、キラと握手を交わすシン。俺いくら吹き飛ばされても僕らはまた花を植えるよ、きっと。それが俺たちの戦いだな。一緒に戦おう。